エルン・ストールデットは、ドイツ空軍の軍人。最終階級は、上級大将。第一次世界大戦で、エースパイロットとして、名を挙げ、戦友だったヘルマン・ゲーリングに招かれて、ナチス政権下で再建されたドイツ空軍に入隊し、航空省技術局長、航空機装官などを歴任した。しかし急降下爆撃機の開発に固執した結果、 バトル・オブ・ブリテンで敗北を喫して事実上失脚し、失意のうちに自殺した。1896年4月26日、プロイセン王国ヘッセンナッサー県、フランクフルト・アム・マインに工場を経営するエンジニア、アドルフ・ウーデットの息子として生まれた。ウーデットが生まれた直後に、一家はミュンヘンへ移住し、彼もそこで育った。彼はミュンヘンの学校で、 札付きの不良として育った。学校の成績は非常に悪かったという。しかし幼い頃から飛行機に興味があり、世界初の試験飛行に成功したライト兄弟に憧れていた。友達と共にミュンヘンエアロクラブなる模型飛行機クラブを結成した。1910年の夏休みにはまともには飛ばなかったもののグライダーを自作している。 第一次世界大戦が始まると軍に志願したが、身長が160センチメートルと小柄であったため、はじめ採用されなかった。しかしウーデットはオートバイを所持していたため、ミュンヘンの自動車クラブ事務所を通じて1914年8月18日に、シュトラスブルク中流の第26予備不評師団に、運転手として採用された。彼はパイロットになることを希望していたが、 軍でパイロット訓練を受けるには若すぎるとされた。10月に予備役に編入されたのを機に父に学費を出してもらって、オーバービーゼンフェルトの民間のパイロット養成所に通い、1915年4月に民間航空機の操縦免許を取得した。ウィキペディアムが着色した一時対戦時のウーレットの写真1915年6月に改めて第9航空隊に入隊し、 ついで11月には第68夜先行空隊に戦闘機パイロットとして配属された。12月にフランス軍の副用機と初めて空戦を交えたが極度に緊張して撃ち落とすことができなかったという。ウーデットが初めて敵機を撃墜したのは1916年3月18日だった。ウーデットは自伝の中でその時の感覚は言い表すことはできない。 嬉しさと誇らしさで叫び出したくなったと書いている。1917年4月には第15戦闘機中隊に所属し、6月6日にはフランス軍のエースパイロットであるジョルジュ・ギンヌメールと1対1で渡り合った。しかしウーデット機の機関銃が壊れ、さらにギンヌメールが手を引いたため、決着はつかなかった。8月には第37戦闘機中隊の中隊長に、 任じられた。ルカトウ基地において、ドイツ軍最強のエースパイロットだった、マンフレート・フォン・リヒト・ホーフェン男爵と出会い、彼に才能を見出されて彼が指揮する、第一戦闘機大隊に招かれた。1918年3月24日から、リヒト・ホーフェンサーカスに属する第11戦闘機中隊の中隊長となった。同年4月に、リヒト・ホーフェンは戦死し、 さらに7月にはその後任のビルヘルム・ラインハルトも自己死した。その後任のリヒト・ホーヘン・サーカス隊長にはウーデットが任命されるという下馬評があったが、結局ヘルマン・ゲーリング中尉が新隊長に任命された。ウーデットは初めゲーリングが好きではなかったが、やがて親しい友人になった。ウーデットは対戦を通じて62機を撃墜した。この記録は一次対戦を通じて、 リヒトホーフェ編に次ぐドイツナンバー2の記録であり、対戦を生き抜いたパイロットの中ではナンバー1であった。プールルメリット勲章やホーエンツォレルンを受け勲章、東大区の勲章を受けた。彼の上記には大きく、ドゥドークニヒトと書かれていた。第一次対戦後の1918年12月、ゲーリングと共にミュンヘンへ戻った。グスタフ・オット製作所で、 自動車技師として働いていたが、ウーデットは再びパイロットになることを希望していた。1919年中には、友人のローベルト・フォン・グライムと共に航空機賞を模様していたが、それも1920年1月10日に正式に発行されたベルサイユ条約により不可能となった。その後、1921年に、 アメリカ合衆国で事業に成功した友人の資金提供を受けて、ウーデット航空機製作所を設立し、スポーツ機を製造するようになった。連合国によるドイツ監視はだんだん緩くなっていったため、ウーデットは次々とスポーツ機を製造できた。しかし1925年までに買い手がついた機体は25機だけであり、商売として立ち行かなかった。 1931年のウーデット。航空機製造に飽きたウーデットは、極芸飛行のパイロットに戻った。一時対戦の AS として知名度が高かった、ウーデットのショーには多くの人が集まったため、彼は大金を手に入れることができた。しかし酒や女にだらしなく浪費が激しかったため、あっという間に使い果たしてしまい、彼はいつも請求書に追い回されていた。ウーデットは、 非常に協楽的な生活を送り、愛機、フラミンゴを買ってあちこち飛び回った。ベルリンで朝食をとり、アイプコで魚を食い、サンモリッツでカクテルを飲むような一日を好んだ。気前よく、おごるのが大好きで酒場にいる全員に酒をおごることは珍しくなかった。女性変歴も目まぐるしく、戦後直後に結婚した女性とは1923年に離婚し、 以降、伯爵夫人など様々な女性と関係を持った。女性に釘を胸に打ち込まれて殺されかけたこともあった。ベルリンで女性映画監督、レニリーフェンシュタールと知り合い、彼女の誘いで死の銀霊という映画に出演した。この映画は大ヒットし、続編のモンブランの嵐にも出演した。その後、探検映画アフリカを飛ぶ知らない鳥に出演し、 タンザニアでロケを行った。ウーデットはタンザニアから動物の頭や盾、槍、仮面などを土産に持ち帰り、以降アフリカでの冒険話をよく人に聞かせるようになった。ついで SOS 氷山に出演し、グリーンランドでロケを行った。エスキモーと交流を深め、彼らを飛行機に乗せてあげたという。1935年公開の映画、奇跡の飛行が、 最後の映画出演となった。1938年6月、ゲーリングとウーデット。1933年1月30日に国家社会主義ドイツ労働者等が政権を掌握した。ウーデットは国家社会主義運動に興味はなかったが、旧友のゲーリングの誘いで航空国会委員会に出入りするようになり、結局1933年5月1日に、 ナチ党に入党することになった。しかし党への忠誠心は、ほとんどなく、党のために飛ぶ気はあるのかという質問に対して、いくら払ってくれるか次第だと答えている。ゲーリングは1933年9月に、ウーデットを渡米させ、新しい航空技術の視察を行わせた。ウーデットはそこで急降下爆撃機に注目した。アメリカ北東部のカーチスライト社を訪問し、 急降下爆撃機2機を研究実験用としてドイツ航空省の資金で購入させた。1934年6月に航空省に入省し空軍中佐の階級を与えられる。また国家社会主義航空軍団の指導者に任じられた。1935年にドイツ空軍が正式に発足し大佐階級で入隊した。百三十六年二月に パイロット総監に任じられた。ついで同年6月には航空小技術局長に任じられ、航空機開発に責任を負うこととなった。ウーデットは航空機製造の知識がないとして誇示しようとしたが、ゲーリングは豊かな発想があれば、それでいい。難しいことは好きなだけ人を使え。我々は何よりお前の名前が欲しいのだと言って強引に任を受けさせたという。 ウーデットは技術局長として、シュトゥーカのような急降下爆撃機、短距離、中距離爆撃機、メッサーシミット BF-109 のような単発戦闘機に重点を置く開発を推し進めた。急降下爆撃機は、スペイン内戦で大きな力を発揮したこともこれを後押しした。ウーデットの仕事ぶりは、技術局長というより、ドイツ空軍最高位のテストパイロットのようであったという。 海乾燥なデスクワークが苦手であり、自ら新型機に乗り込んで、テストを行っていた。対して、航空省時間、エアハルトミルヒは、ゲーリングやウデットと違って、航空技術に、詳しく、すぐさま航空省の実務を握り、大きな権力を得るようになった。これを警戒したゲーリングはウデットを、どんどん昇進させて、ミルヒにぶつけるようになった。 1937年にはウーデットはミルフィを飛び越えてゲーリングに愚心を行う権限が認められた。さらに1939年2月1日には航空機生産を司る航空機総監に任命された。ウーデットの開発した軍用機はポーランド戦や対フランス戦など短期決戦には効力を発揮したが長期戦には不向きだった。 長距離戦闘機や大型爆撃機の開発を停止していたため、バトルオブブリテンで敗北してしまった。ウーデットへの責任追及は強まり、ゲーリングからも責任追及を受けた。さらに航空潜水港をめぐるアドルフ・ヒトラーの決定と折り合いがつけられず、前線でも航空機配備計画に対する不満が高まった。航空機送管ウーデットに対する批判は航空省内部にも高まった。 特に空軍時間、エアハルとミルヒとの関係は悪化しており、ミルヒはエルンスト・ハインケルにウーデットの手にかかるとすべてがゴミになってしまう。と告げるなどウーデットを酷評していた。そもそもウーデットは部下にも技術や生産について知識のない第一次世界大戦時代の友人を多く、加えたため生産、配備計画は悪化したが、彼らを解任することはなく、 成果が上がらないと航空機生産数を大幅に水増しした。これに気づいた空軍参謀長ハンス・イエションレック航空兵大将はミルヒとゲーリングの副官ブラウヒッチュ大佐に相談しウーデットに対してどこか頭が上がらない点のあるゲーリングに決定的措置を取らせるよう試みた。1941年6月ゲーリングはミルヒから作戦使用可能奇数を知らされ それが、手元のウーデットによる書類では、約1500機水増しされているの知って激怒し、ウーデットを呼びつけて知り合って、初めて役立たずの大ボラ武器と怒鳴って避難した。しかし解任はされなかったし、ウーデットも辞任しなかった。今後は、ミルヒによる監督と連携を緊密にするよう決定がなされ、ゲーリングは休暇を取った。ウーデットは数日後ハインケルに対して、 鉄人は休暇でいない。彼は私を、ミルヒと二人きりにしてしまった。ミルヒは、私の失敗や過ちをすべて喜んで相当の目に、さらそうとするだろう。私には、こんな責めくは耐えられないと述べ、次第に、ミルヒを憎むようになっていった。こうして、ウーデットの出番はほぼなくなり、かつての英雄だろうと容赦のない冷徹なミルヒの、調査で、次々と事実が明るみに出ると、 その生き通りと罪の意識で酒や鎮静剤メタンフェタミンに溺れた結果、健康を害した上に精神的に不安定になった。ゲーリングは1941年6月20日に軍用規制産権限を見る日に移した。アドルフ・ガーランドはこの時期のウーデットについて性の喜びにあふれ、陽気なユーモアと温かい魅力的な人柄は全く影を潜めていたと述べている。 とうとうゲーリングは8月15日ウーデットにサナトリウムでの6週間の休養を命じた。ウーデットの休養中にミルヒは航空省内部の人事刷新を行った。仕事に復帰したウーデットは抗議したが入れられなかった。11月12日航空省の会議でメッサーシュミット工場の責任者が生産数の変遷と命令変更の証拠書類を公表してウーデットの無能は 注目の知るところとなり、当初の生産計画の回復には少なくとも2年かかるとされ、ウーデットはただ両手を震わせ黙って聞いていた。同日、ミルヒが、ウーデットの頭越しに航空機生産計画の変更を命じ、ウーデットの面目は丸つぶれになった。さらに11月15日、かつての部下であるプロ保証省からミルヒが、ウーデットの追放を計画していると告げられた。 1941年11月21日、ベルリンの航空ショー、ウーデットの国葬。11月17日午前9時、ウーデットは愛人インゲブライレフジニーの電話中に拳銃自殺した。この時ウーデットはピリケルナーに私の遺言を履行してくれるように伝えてくれと言った。自殺現場にはコニアックの空き瓶が2本転がり、壁には赤いクレヨンで、 鉄人よ、あなたは私を見捨てた。あなたはなぜ見る人がブレンツのようなユダに屈服したのか、と殴り書きされていた。ブライレ夫人から連絡を受けてケルナーが駆けつけると、すでに家政婦が扉を破って部屋に入っており、少し後にはウーデットの副官も到着した。ケルナーは全員に絶対口外しない旨先生させ、副官が浴室からタオルを持ってきて、 クレヨンの文字を洗い落とし軍務関係の書類を調べている間に金庫で開封された封筒に入ったゲーリング宛の衣装を見つけた。それはミルヒが自分に対する陰謀の張本人であると非難するもので、その最後は私はあのユダヤ人のミルヒと共に働くことは耐えられないとあった。ケルナーは手紙を握りつぶした。ゲーリングはウーデットの自殺に衝撃を受けたが、 このスキャンダルが絶対漏れないよう命じた。戦時中であったため、ウーデットは新兵器の開発中に事故に巻き込まれたものとして処理され、国葬が行われることになった。11月21日の国葬ではガーランドを、はじめ騎士鉄十字章受訓者たちが、棺の儀上兵となり、ゲーリングは、長寿演説で、私は、最良の友を失ったとしか他に言葉を知らないと、述べて、 涙を流した。なお、ウーデットの国葬に参列したヘルムート・ビルベルク、大将と第二次世界大戦におけるエースパイロットであった戦闘機創艦、ベルナー・メルダス空軍大佐がベルリンへ帰る途中で墜落事故に遭い、死亡している。ありがとうございます。